はい、どうも、熊沢でございます。えっ、ー、と、前々回に、このね、えー、今撮影で使っているのがこれ、GH6 なんですけど、えっ、ー、と、GH6 のファームウェアアップデート、ーバージョン2.0がえやってきまして、そのファームアップね、アップデートとともに、えー、GH6 を1から設定していこうぜ、みたいな動画を撮りました。で、その後ね、えっ、ー、と、その日、アップデートしたのが確かね、16時ぐらいだったんですよ。7月の5日。 で、僕その後はね、もうあの、この、今僕のね、作業部屋からは退きましてですね、えー、プライベートな空間で、プライベートな過ごし方をしていたわけでございますけれども、まあ、寝て起きて翌朝、あのー、忍者のアップデートも来たと、えー、いうのをね、知りまして。で、それがね、えー、っと、7月5日の、ま、20時ぐらいだったんですよね。えアトモスジャパンが、えツイートをしてまして、 で、まあ、すぐね、えー、ファームアップしてですね、今、忍者のファームが、えー、っと、よいしょ。ここですね、インフォメーション。はい。バージョン10.77ですね。はい。これどっか隠さなきゃいけないとこあるかな。隠さなきゃいけないとこあるかもしれないですね。はい。<laughs> 隠しましょう、どうにかね。はい。で、まあ、10.77なんですよ。はい。で、10.77最新にアップデートしました。 で、GH6 を、あのー、発表し、えっと、アップデートしたときには、まだ10.76で、えー、っと、OM1 のおープロレスローに対応したよっていう感じだった。で、<laughs> このバ,バージョン10.77で、えー、っと、この GH6 と、えー、っと、XT2S だっけ富士の新しいカメラね。を、 サポートしますよっていう感じだったの。で、まあ、アップデートしたわけですよ。で、前回の動画で一応、うん、試し撮りみたいな感じでプロレスローを触ってきたよっていうのをやったわけですね。うん。で、僕ね、その業務上やっぱプロレスローを使えないんですよね。うん。なんでかっていうと、まあ、やっぱりですね、すごく低予算で、えー、撮影をすることが多いので、メディアにそんなべらぼうにお金をかけていられないですね。うん。えー、っと、 メディアっていうのは、ま、あこういうね、いわゆるその2.5インチの SSD っていうのは、ま、あぶっちゃけいくらでも準備できるんですよ。1テラを何枚もね。えー、マスターキャディに入れて、あの、持ち歩くこと自体は全然問題ないと思ってます。こういうね、マスターキャディ。マスターキャディを準備する分には、露出変わった今。変わってない。大丈夫だね。うん。全然それ自体は問題ないんですけど、要は、えー、っと、 1一撮影で2テラとか4テラとか行かれちゃうと、えっ、ー、と、各データのバックアップにですね、ハードディスク4テラを1個ガツンと使うとか、まあそういうことになってきてしまうので、まあそれはちょっと個人的には厳しいという観点もあり、えー、あとね、マシンスペックですね。もちろん、あの、プロキシを作れば、全然サクサク動かせます。動かせるし、 あの、プロレスで収録してしまえば、あの、プロキシ作らなくても十分動くんですけど、僕やっぱ未だにですね、Mac Pro 2012と、MacBook Pro 2012というですね、古い Mac でずっとやってるので、あのー、ちょっとやっぱプロレスローは厳しいと、えー、いうふうに思うんですね。ただ、えー、逆に予算をかけてもらってるものだったりとか、えっ、ー、と、気合が入ってるものの中で、 えー、やっぱ12ビットのローが使いたいなって思う時とかあるんですよ。すごい、えっ、ー、と、短い尺の映像とかね。うん。で、まあ、ちゃんと使えるのかっていうところを、まあ、テストしたいな。ちゃんと使えるのかって言ったら変なんですけど、どういう風に挙動するのかっていうのをね、あの、チェックしたいなっていうのもあったので、とりあえずね、えっ、ー、と、取ってきました。はい。それで、それを、まあとりあえずテスト的に、アップしたという感じですね。でね、あのー、 すごく良かった。すごく良かったんですけど、風が強くて、川沿い。あの、江戸川の河川敷をこう歩いてね、いろいろ撮りたいなと思って、あの、撮ったんですけど、三脚持って行ったんですよ。三脚。マーフロットの安い、あの、ツインチューブのビデオ三脚。まあ、揺れてですね、あの、川のその五岸みたいなところにある、あの、岩っころを撮った時にですね、 ガタ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 ってすごい揺れたんですよね。あこんな微振動起きてたかと思って。まあ、とにかく、あのー、揺れてたんですよね。うん。きついなと思って。だから、可能な限り、その、手ぶ、あの、手持ちの撮影も入れたんですけど、まあ、高解像であるがゆえに、ブレには弱くなってくるんだろうなとは思ったんですけどね。やっぱちょっときついなと思いました。 でも、まあ、あの、全体的に絵を見て、やっぱそのルミックスの絵作り自体の凄さっていうのをね、えー、目の当たりにしましたよね。写真でローマ扱うんで、ローの絵っていうのは、まあ、かなり見てきてるので、出てくる絵自体は、あの、予測がつくんですよ。で、今回ね、えー、っと、一応動画の左下に、 あの、ノーマライズドオンリーって書かせてもらってるんですけど、いわゆるその、えー、っと、ファイナルカットで扱うときに、えー、っと、インスペクタの設定タブから、えー、ローフォーマットをログ的に扱うための変換ラットを入れて、で、その後に、えー、っと、そのログラ,ラットの V ログにしたものを、 えーっと、専用のラットを当てて、Vlog として扱うっていうことができるんですけど、それを両方ともチェック外してなしにすると、純粋なローの絵っていうのが出てくるんですよ。で、かなりレンジが広いので、ビデオガンマの中に、まぁレック709のビデオガンマの中に収めて、えーっと、全体的なコントラストの調整を行って、えまあ中間調とかも少し持ち上げたりしながら、まあまあこういうルックでいいんじゃないっていう露出感だけ、 整えたっていう感じだったんですよね。本来であれば、まあ、あのー、そのノーマライズをして、で、まあ、ホワイトバランスとか、ISO 感度っていうのは基本的には変えられるので、ただ僕の MacBook、あ、と MacPro は、えー、っと、Mohave なんですよね。で、Mohave で最新の Final Cut が扱えるのが10.4.6だったかな。で、それだと、ロー w のサポートがされてはいるんですけど、 その磯とかホワイトバランス触れなかったみたいで、俺 S1H で牢を一回触ったことあるんですよ、テストで。その時はね、君、すっごい、大丈夫かな救急車が走ってますね。これ消防車か。消防車だね。大丈夫かなね。最近乾燥しますよね、夏のくせにね。困りますよね。そう、だから S1H 触った時に、 あれ俺、イソとか触った気がするけどなと思ったんですけど、多分この MacBook Pro の方だったんですよね。MacBook Pro の方は、えー、っとー、なんだ、カタリナまで入,入れられるのかなカタリナまで入れてて、で、Final Cut のバージョンが 10.5. いくつかなんかで、そっちでは今回のその GH6 のローデータも、えー、っとー、ちゃんと触ることができたと。ただまあ、編集からエンコードまで全部、あのー、m a c Pro の方で行ったんですけどね。 まあ、いそは変えてないです。で、ノイズ除去もしてない。って感じですね。ノーマライズしかしてないよっていうことだったんですよ。ノイズもすっげえ気になるってもんでもなかったですし、まあ、そもそもの絵作り自体、かなり、あの、写真でローを扱っているので、親しみのある、ものでしたし、とにかくね、その、昨日雲が分厚くて、 ええと、ま、あ会長が全く見れない雲っていうのもありましたし、そのこう、あの、太陽近くとかだと、全くその会長がもう全く見れない、ぬたっとペタっとした雲っていうのもあったんですけど、その手前を走る雲とか、うんと影がついてる雲とかの立体感とか会長感とか、えーっていうのはね、すごかったですね。これが12ビットの威力かもしれないなってちょっと思ったりしました。うん。 とにかくね、そのビット振動が、あのー、深いというか、えー、っと、より情報量が多いという意味合いでは、その会長表現にも、えー、起因してるんだろうな、っていう感覚値としてはありましたね。うん。で、<laughs> それに合わせて、まあ、忍者の方もアップデートしたわけなんですけど、僕、前回忍者をアップデートしたのが、えー、っと、H265 収録ができるようになったタイミングなんですよ。で、調べてみたらそれ1年前くらいで、 アップデートをして、ちょっと自分のツイートをね、検索して見てみたんです。そしたらですね、えー、っと、このツイートをしたのが、2021年の7月18日、もうざっくり1年前ですね。えー、その時僕はあの、忍者の、その H265 ってアクティベーションが必要なんですよ。で、優勝ライセンスなんですね。で、その優勝ライセンスの買い方が全然わかんなくて、 で、その当時がえバージョン10.67.1だったんですよ。で、えー、っと、ま、あ結果入れたんですけど、多分ね、バージョン10.67.1以降、なんかね、結構インターネット上で不具合が報告されていたんですよ。なんか、H、H265 の収録が途中で止まるとか。で、まあ、アップデートしてなかったんですよね。 で、一番新しいものにアップデートしたっていう感じだったんですけど、他にね、アクティベーションが来てたんですよ。多分これ忍者、Ninja 5 Plus が来たタイミングとかだったのかなわかんないですけど、えー、っとね、アクティベーション。これもどっか隠さなきゃいけないよね、きっとね。うん。今僕がアクティベーションしているのが、えー、っと、このプロレスローね。それから、H265。で、一番下、Get Creative っていうやつなんですよ。 で、s d i ローは僕使わないです。あの、SDI のモジュール持ってないし、使わない。で、この DNX は、あの、アビットの、プロツールスでおなじみ、アビットのメディアコンポーザーとかで使えるフォーマットですけど、これ無料なんですよ。無料なんだけど別に必要ないのでアクティベーションしてないっていう感じ。で、えっと、s d i ローは確か優勝かなうん。で、このゲットクリエイティブっていうのがなかったはずなんですよ。なかったんだけど、今回入れたの。 で、これが結構すごいなと思って、そう。忍者しめっちゃ進化してるじゃんっていうね。ところなの。で、僕が今気づいてるものですごいなと思ったのが、どこだっけバッテリーか。はい、ここ。ここ、ここ。クーリング。ね。クーリングファンの動作をコントロールできるんですよ。え、これ一応今ミディアム。え、クーリングモードっていうのがミディアムになってるんですけど、 オート、それからローでミディアムっていうのを選べます。忍者結構熱くなるんですよ。収録してると。それをどういう風にクーリングしますっていう、えー、やつですね。で、オートにしておいてます。今ミディアムになってましたけど。で、これターボクーリングをオンにしますかオフにしますかっていう。ディムディスプレイ。多分ね、これね、さっきのやつと思うわ。画面暗くなるんじゃないか。ディムって何待って、ディムって何ちょっと調べよっか。なんか、 ヘンテコなことをここで言ってしまっても無責任になってしまうので、忍者 V。忍者 v ん忍者 V。ディムディスプレイライディムディスプライえー、っと。 なんだこれああ、調べてもわからないか最近さ、あの、ブラックマジックローがあったりするからさ、結構ビデオアシストユーザーが多いんですよね。うん。あこの辺さ、あの、なんだっけパ、あの、パナの場合は、あの、ディスプレイボタンを押せば、これがな、何の機能を意味するか教えてくれるから、そういった意味合いではね、やっぱパナ優秀っすよね。うん。まあ あのクーリングファンの動作モードをまあコントロールできるようになったっていうね。これはもうパラと一緒ですよね。うん。っていう感じです。はい。もうすでに。あ、でも、前に比べて熱くないかも。わかんない、これは。これはプラシーボかもしれないけど。うん。です。これ。で、もう一個。 俺めっちゃ、これはマジで忍者買う価値あるなと思ったことがあって、それが、モニターかな違う。ディスプレイか。あ、フレームガイド。フレームガイド。フレームガイドがまず見やすくなったんですよ。すごい、これ見やすいの。あ、元からこうだったっけという感じだったんだけどね。前はなんか、あれなんか動かないぞ。あ、これ、入力ないとダメなんだっけ 入力がないとダメな感じ入力してないと選べないのかなめんどくさいね。んじゃあちょっとカメラの映像入れてもいいんだけど、そうするといろいろなんかめんどくさいから、ちょっとカメラの映像じゃなくて Mac の映像を入れましょう。 いや、もう全然片付けてないんだよね。片付けないといけないね。よいしょっと。で、ロー。あ、えー、っと、ローじゃなくて、普通のプロレスに <laughs> しましょう。はい、オッケーね。はい、オッケーで、えー、っと、前は、ここを、たくさんタップすることで、変わったの。 アスヒが、フレームガイドの、あ、フォルスから入っちゃった。こうやってね、たくさんタップすることで、段階的に、16対9、17対9みたいな感じで変わったの。だけど、今回、こう、ね、やって、あのー、アクティベーションを。このフレームガイドのページに行くと、選べるんですよ。16対9、2.4対1、2.35対1、1.9対1、1.9。 1.91対1、1.9対1、1.85対1、4対3、1対1、4対5、えー、16対9と。で、カスタムが増えたんですよ。カスタム。まあ、16対9っていうのは、まあ、いわゆる、NTSC とかにおける、えっ、ー、と、動画フォーマットのアス日,日ですよね。で、2点、あ、もう、やんなっちゃうわー。 まあ、2.4対1とか、えー、2.35対1っていうのはいわゆるシネマスコープね。で、1.91とか1.9はおそらく17対9です。で、この1.85対1は確かアメリカンビスタ。アメリカンビスタのはず。で、4対3はまあ昔のね、SD 画質の頃のアスヒですよね。で、スクエアが選べて、縦動画が2つ入ってます。4対5は、多分割とこう Facebook とかで昔使われてたような縦フォーマットですね。 で、9対16が、えー、っと、まあ、純粋に16対9の縦版って感じ。で、カスタムが選べるんですよ。カスタム。これすごくないで、カスタムは、この、カスタムレシオっていうところをタップすると、こういう風になるのね。すごくないで、ここで、例えば、えー、っと、シグマ FP とかであったり、シグマ FP の中にあるアスヒだったり、まあ、えっと、横長のね、えー、っと、普通のそのパソコンモニターとかで使われてる、 もの21対9とかね21で対9でセーブってするとこれ今選ば,選ばれてるでしょではいこれが21対9なんですよ。とかねあと例えば2.8対1とかねほら入るのちゃんとフレームガイドがカスタムで。 他にも、まあ、試してみますけど、えーまあ、よくある、さっきの中になかったやつで言うと、まあ2対1のパノラマとかね。まあちょっと見づらいかもしれないですけど。とか、ええー、と、もっと言うと65対24とかねえ。フルパノラマとか。で、しかも特筆すべきはこの えっと、三分割のグリッドなんですよ。まあ、これ別にアップデートで変わったわけじゃないんですけど、例えばこれで24対1とかにしたりとか、2.35対1とか、まあ、アメリカンビスターとか、全部ちゃんと追従するの、このフレームガイドに対して。もっと、もっとわかりやすくやると、まあ、結構な、これが今ね、結構な縮まり方じゃないですか。これオフにすると、ちゃんと三,三分割のグリッドが伸びる、戻る。比率がね。 はい。すごくないだから、あのー、まあ、確かにね、外部モニターだし、こういうのが専門的にできるんですけど、まあ、パナソニックのカメラも、えー、っと、フレームガイド、ね、フレーム表示ができたりとか、あとは、今回 GH6 からは、そのフレームガイドをカスタマイズできるんですよ。うん。カスタマイズできてしまうのね。そう。だから、えー、っと、今までだと、 うんと16対9とか2.35対1、2.39対1、17対9、2対1もあったかな。とかまあよ、あの5対4、4対5、えー、9対16とかあったんですけど、それ以外の2位のサイズをできるんですけど、2位のサイズ作るときの、えー、作り方が結構大変なんですよね。うん。そう。だからこういう風に数字打ち込みはすぐ作れるよってなってくれたら、まあ、パナもいいなって思ったし、このフレームガイド、 を入れた時の、この三分割グリッドが、このフレームガイドを入れているアスペクト比に対する三分割にきちんとなってくれてると、その構図をね、切っていくときに結構僕やっぱこの三分割すごい重要なんですよ。まあ、ここの交点に何かを置こう。ここの交点に人の目を置こうとか、まあ、ここに何か、こっからここまでは壁で遮ってしまって前ボケにして、 え、ここに被写体を入れようとか、その一つのガイドとして、構造を作るときに、まあ、見るんですよね。で、そのときに、えー、っと、ルミックスの場合は、えー、っと、まあ、16対9に対しての、あるいは17対9に対しての、うーんと、このガイドが出て、グリッドが出て、その上から、えー、っと、マルチアスペクトに対するフレームを被せてるだけなんで、この三分割グリッドが、要はその、ギュンってならないんですよね。これ今、 外した状態がまあ16対9ですけど、これに対してマスクをかけるっていう感じになるんで、正確な三分割じゃないんですよ。そう。だから、えー、っと、まあ、パナもそういう風になってほしいなーって思いますし、まあ、きっと不可能ではないんじゃないかなと思ってんですよね。ただ結構、その、うん、技術的に難しいとかね、いっぱいあるんだろうなと思うので、まあまあ、あま、ああのー、ね、 あくまで要望なんですけどそういう風になってくれると本当にマジでカメラだけでよくねってなってくるモニターの大小は一旦置いておいてマジですそれでよくないってなってきますよねで例えばえー、っとこれ今レックしますけどレックしたじゃないですかでプレビューでもちろんねこのプレビューの中でプレビューの中でえー、っと ピントも確認できるし、2倍にしてね、ゼブラ入れたりとか、まあこういうガイド、あの、ハケモニが見れたりとか、まあフォルスカラーももちろん見れますし、プレビューの中でもだよで3分割外したりとか、このカスタムのアスヒを、あのガイドとしてフレームマスクとして入れた状態でもモニターできるし、<laughs> セーフゾーンとかも見れるし、っていうのがあるんで、これもね、ぜひ、あのー、 パナソニックもプレビューで、プレイバックするときにもできるようになると、まあめっちゃいいなと思うんですよね。うん。で、まあ、忍者、今回、あのー、ローフォーマットをね、GH6 でも扱って思ったのは、あの、GH6 で扱う人は、扱うことを前提に、えー、っと、これから外部モニターかなって思ってる人は、忍者5プラスがや,やっぱりいいですね。うん。あのー、 要は、その 4K120 コマとか、5.7K の60コマっての取撮れないんですよ。4K60 コマまでは撮れるんです。うん。で、僕、s 1 h で使うときとかは、えー、っと、そもそもプロレス収録のとき。うん。ローではなくて、プロレス収録のときは、基本的には、えー、っと、5.9K とか、まあ、5.7K 扱えないんで、あのー、シネマ 4K とか、ウルトラ HD になるんですけれども、J6 で使うときに、まあ、プロレス、 普通のプロレス収録はもう、それは、あの、えー、っと、5.7K のプロレスを扱うときとかは、<coughs> 多分ん、ニンジャ5プラスも無理なんじゃないかな。どうなんだろうね。まあ、それは一旦置いといて、えー、っと、プロレスローを扱うにしても、5.7K の60コマとか、シネマ 4K120 コマっていうのは、えー、っと、無印忍者にはできないんですよ。ニンジャー5には。 なので、まあ、今回テストでは、僕、あの、5.7K の24コマだけなんですよね。うん。シネマ 4K60 コマ使ってないですよ。うん。で、Ninja 5プラスを持ってらっしゃる方、まあうんと、パナユーザーだったら多分いないでしょうね。8K 撮れるカメラがないからわざわざ買ってる人いないと思うんですけど、Ninja 5ブプラスで、えー、っと、プロレスローを撮る方が、まあ、圧倒的にアドバンテージがあるので、 僕の場合は今回テストで撮ってみたっていう感じで、通常運用はなかなか厳しいかなと。まあ、プロレズを撮ることはめちゃめちゃあるのね。忍者でプロレズとか、あと、よいしょ。これね。H265。うん。を扱うことはめっちゃあります。これコンフォームするとさ。まだ中身がちょっと入ってんのね。 中身入ってんだけど、これフル HD の60個まで14時間撮れんすよ。えぐいでしょ。14時間撮れちゃうのね。そう。っていうことがあったりとかね。まあなんかその、えー、っと、それ辺でしか使わない。H265 を使うか、ほんとプロレスで撮るかっていう。その2択なんですよ。本当に。僕の場合は。だから、 えっとそ、それは S1H。それ、そこそあの S1H がプロレスローに対応することがあらかじめ発表されてたのかなあえっと、俺が買った時にプロレスローのアップデート来るよっていうのがあったんで、忍者も合わせて買ったのね。で、S1H にはもう忍者だろうって思ってたから、あの買って結局ブラックマジックローも来たんですけど、それは一旦置いといて、 えっと、その専用で買ったつもりだったんですけど、まあ、g h x も別に使えることは使えるわけだし、ただ、えー、120コマだったり、5.7K プロレスローの60コマっていうのは、どうしたって物理的に扱えない。あと、オープンゲートも扱えないのかな ?5.8K の4対3も扱えないのかなどうなんだろう扱えないかもしれない。多分。ちょっとごめんなさい、ここは不確定です。 っていう感じだったんで、まあ GH6 をすでにお持ちで、で、プロレスローにめちゃめちゃ興味があるぞ。っていう方は、えー、Ninja 5 Plus の方がいいなぁと思います。それは普通にプロレス収録で 4K120 コマを撮りたいっていう方々も一緒。要はその、えっ、ー、と CF Express Type-B がやっぱ高いので、メディア自体が。でも SSD って1テラ、まあそ,そんな高くないじゃないですか。だから、この本体、 に先に投資してお金をかけてしまえば、全然たくさん取れるので。プロレスフォーマット中間コーデックが扱えるメリットはめちゃめちゃあるのでね。ただまあブラックマジックローもじきに対応されるだろうと、えー、っとまあ今までの流れを見るとそういうところがある。し、えー、っとまだ来てないんですけど、s1h S1 S5 gh5s BGH1 BS1 h かな。この辺の新しいファームが今準備されているそうで。 なんか、ブラックマジックローを扱うときの、ホワイトバランスのティントの調整のアーダコーダーみたいなのが改善されるぜ、みたいなファームが来るんですって。だからきちんとその、えっ、ー、と、ブラックマジックとの提,提携っていうか、あの、協力体制もしっかり取れてる中でサポートが行われてるので、まあまあ GH6 も準備ができればそのうち B ローは来るでしょっていうのはあって、で、ただ僕はあんまブラックマジックローにもあんまり興味がなくて、うん。 ただね、そうだよね、圧縮して撮れるんだよね。12対1とか8対1とかね。で、それは確かに魅力っちゃ魅力だよねっていうところはあったりするので、で、まだ僕ダヴィンチは結局あんまり使うケースがないので無償版を使ってたりするんですけど、まあね、色のことももっと学びたいなと思うと、優勝版ドーンと入れてね、ビデオアシスト買って、え、ビー、B、ローで どんどん撮っていけば、うん、最初の方に言っていたメディアのアーダコーダー、あの、保存するためのメディアアーダコーダーっていうところにも、えー、プロレスローにかんプロレスローと比較するとメリットの方が大きいのかなって思ったりはするんでね、考えてもいいのかなと思ったりもね、えー、しながら、でもなんかなんだかんだで、ね、内部収録で全然不満はないというかね、うん。っていうところがあったりするんですよね、うん。 パソコンを買い替えるのが先なんじゃないとかね。うん。ただやっぱりその、うーんね、なかなかすぐに機材を買い替えられるものでもないので、っていうところはあるんですけどね。はい。でもやっぱロー扱うと、12ビットってすげえなって思いましたね。うん。あの、プロレズローも僕、しっかりとこう、触ったことないんですよ。うん。あの、S1H の時も、テスト撮影に繰り出して、 で、それはさ、その、なんか、一つの塊にして YouTube にアップしてるしてないんですよね。純粋に。あ、ファンが回り始めた。うんうん。回ってはいる。あー、熱くなってきたね。確かに確かに。そう、だから、S1H に関しては、テスト撮影には行ったけれども、塊としてアップはしてないんですよ。わ、き綺麗だなっていう。ただ、それだけで終わったんですね。うん。 ちゃんと動くかっていう確認だけしたかったんですけど、まあなんか近々 S1H のプロレスも触りたいなと思いましたね、プロレスローも。うん。本当に綺麗だ、綺麗だなと思ったんで、立体感えぐみたいな。本当はね、こう夏空がパキンと撮れればよかったんですけど、結構昨日は風が強くて雲がかなり出てましたんで、ただね、矢切りの私めっちゃ乗りたくなりましたね。うん。な何今日これ雑談雑談ですね、完全にね。<laughs> そうそうそうまあそんなこともありながらねえー、だからあの一番最後のカット取水塔をねちょっとアップ目に取ったカットがあったんですけどそのカットすごく僕力あるなと思っててまあ取水塔自体がまあね有名な建物ですからあのー、まあパワーあるんですけどその後ろに流れてた雲がねえー、と上手の方は結構その快調が全くないようなあのー、すごいクリーミーな感じになっちゃってたんですよ飛んではないんですよ 飛んではないんだけど、もう会長が存在していないっていう感じ。もう太陽がそこにあるみたいな感じだったんですよね。うん。なんだけど、それから画面中央に行くと少しこう、陰った雲が出てきて、で、その手前を走るちっちゃい雲が、ピューンって走るんですけど、そこの立体感がすごくて、ちゃんとこう、レイヤーとしてあるんですよ。すごいなと思って。 1 0ビットでも取っとけばよかったって思うくらいね。比較しないとわかんない。これが12ビットの力なのか、そもそも、えー、ルミックスが持ってる絵作りの力なのか、それはちょっと、ね、比較材料を僕と、取らなかったからわからないんですけど、まあすごいなと思って、えー、見てましたですね。うん。まあそんな感じですかね。はい。 というわけで、えー、今日は、まあ、プロレス撮ってきたよ、プロレスロー撮ってきたよ、GH6 で、っていう話と、忍者久々にアップデートしたらなんかすやたら使いやすくなったよっていう話とした、そんな雑談でございました。はい。ぜひね、あの、参考になった方、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それからま、B ロー、ブラックマジックローを待ってらっしゃる方々はね、かなりいらっしゃると思うんですね。うん。 なので、まあそれを待ってらっしゃる方々はね、首を長くして待っておられることと思います。せめて発表ぐらいはあってもいいよねとかって思ってらっしゃる方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますけど、まああの、そのちくでしょう。ね、おそらくね。今までの流れを見るとね、だって GH5S とかまでできるんだから、GH5S ができるんですよ。すごいよね。うん。 でも S1H ユーザーとして寂しいのはアップデートがあんま行われてないんですよ。うん。で、それこそ S1 今僕お借りしてるじゃないですかバージョン2.1で,で S1R は1.9だったかな。で、L クラシックネオと L モノクローム S が追加されたのフォトスタイルに。S1H 追加されてないんですよ。 まあ確かに、確かに、ローパスフィルターがあるっていう違いがあったりとかね。もしかしたらなんかエンジンが違うとかね。まあなんかいろいろ理由があって乗らないんでしょうけど、まあそういうなんか、うおー来たっていうアップデートがないんですよ。うん。なんかこれを機に、ないかな。ね。なんかやっぱ僕は GH6 に求めてる こ,とまあ、こんなアップデート、アップデートでここが改善されたら、超個人的にめっちゃ使いやすくなるなっていうところは何個か持ってて、それはバッテリーの話。えー、まあ、以前もねちょっとお話ししてるんで、毎回ご覧いただいてる方からしたらもういいよと。えー、耳にタコどころじゃなくて、足、あの、イカができてるよと、えー、思われる方もいらっしゃると思うんですけど、そのタコじゃねえよってな、えー、感じなんですけどね。 えっと、まあ、バッテリーの表示が僕はパーセント表示を S1H で使っているから、えっ、ー、と、バッテリー残量の表示ね、をでも表示できるようになってくれたら嬉しいなというところと、僕、あの GH6 は PD 給電でかなり運用してるんですけど、<laughs> そこに関するトラブル一切ないんですね。うん。ただ、えっ、ー、と、一応19、10、え、電、ー、PD 充電、PD 給電の両方に対応していて、実際に撮影中に繋ぐと、 ええと、ちゃんと認識してね。ええー、と、バッテリーがずっと持つわけなんです。うん、モバイルバッテリーの分だけ。なんですけど、電池残量が表示上回復しないんですよ。うん。で、一度電源を切って入れ直すと回復してるんです、ちゃんと。だ内部的にはきちんとバッテリーが、給電もされてるんだけと、充電もされてるんだけど、電源を入れて繋いで、 例えば、電池残量が残り1メモリですっていう状況から接続をして、まあ、長時間撮影を続けていても、ずっと残量1のままなんですよ。1メモリのままなんですよ。でも、裏側ではきちんと、えー、っとバッテリーの充電も行われていて、電源を1回切って、電源を入れると、まあ、表示が戻るというかね、あのー、電池残量が更新されるっていう感じになってるんですよ。でも、S1H はきちんとリアルタイムに更新されるんですね。 例えば10%とかから始めたら、撮影続けてれば15%とか20%とか、どんどん回復していくんですよ。なのでそこも、あの、S1H と同じようになってくれたら嬉しいなというところ。またこれ S1H とか GH6 共通ですけれども、さっき言ったように、えー、と、フレームガイドが、えー、と、プレビューでプレイバックするときにも、えー、と、ラットビューアシストと同じように、それを当てた状態で、プレビューすることができるようになれば、 えー、やっぱクライアントワークで使ってる場合とか特に今撮った絵っていうのをクライアントと共有するっていうことがありますよね。で、やっぱラウンドガンでやってると外部モニターよりも内蔵モニターでやることが結構多いのでそれを見せるときにやっぱ上下余白があって、えー、ここの余白がなんか気になりますって言われること結構あるんですよね。で、いちいち言葉で説明するんですよね。実はここにこうこうこういう感じでなるから大丈夫だよって。うん。で、僕はまあまレターボックス 入れるタイプじゃなくてそもそものえー、っとファイナルカットとかのプロジェクトのアスペクト比を最終的な出力アスペクト比に合わせるっていう感じなんで2.4対1を使ってれば4 0 9 6かける1 7 2 8とかでえー、っと書き出すというか元のフォーマットをそれにしちゃうっていう感じなのねだから余白にレターボックスを入れるよっていうことではないんだけどまあ、そういうふうに説明したりするんですよでもめんどくさいじゃないですかで えっと、忍者の場合はそれができてしまうし、えっ、ー、と、ま、忍者と比較するのはね、ちょっとお門違いなんですけど、こっちはもう外部モニターなんで、モニター専用の機械なんでね、うん。ま、あの、比較するのはお門違いかもしれないんですけど、で、あと、このグリッドね、三分割グリッドも、フレームガイドに合わせて伸縮してくれれば、きちんとそのモニターしている、フレームガイドを当ててモニターしている、 アスペクト比に対応した3分割グリッドで表示されてくれればさらに緻密なえフレーミングに生かすことができるのでやっぱここまでこう親切丁寧に、えー、作られているあのオールインワンなカメラを作ってくれてるからこそそういう細かいところでまあ対応してくれればよりあのー、使いやすくなるなっていうねまあでに使いやすいんですけどねうん っていうところがあるので、ついついそういう要望は出てしまうよな、っていうね、えー、ところですね。はい。ということで、結局雑談になってしまいましたけれども。まあ、プロレスロー良かったです。はい。ただ、やっぱ業務では使えないよな、っていうね、ところも含めて、えー、お話をさせていただきました。はい。ぜひね、えわ、ー、かるよと。わかるよという方、ぜひいいね、グッドボタンとチャンネル登録。 よろしくお願いします。まあチャンネル登録してない方はね、チャンネル登録していただいて、えー、チャンネル登録していただいている方はですね、えー、コメントなんか残していただけると嬉しいなと、えー、思っております。はい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。まざでした。